皆さんおはようございます、というかもうこんにちはですね。11月じゃなかった最初から、皆さんこんにちは。今日は8月31日土曜日、12時32分です。今日は私の記念すべき誕生日でして、まずはこの歌から入りたいと思います。今私は島で、孤独な単身赴任をしておりますので、悲しいかな、祝ってくれる家族はそばにいません。ちょっと風が強いですね。しかし、この手売りの灯台、北の端にある灯台に来まして、いい景色のもと、誕生日の歌を歌わせていただきます。さあ、じゃあ気合で大きな声で歌いたいと思います。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディア自分、ハッピーバースデートゥーミーミー。もうやけっぱちです。せやろがいおじさんのようにうまくはできませんが、こうして、自分の52歳を祝いたいと思います。あそこに見えているのが、八木尻島でございます。手売島では昨日ものすごく、雷があって、大きな雨が、大きな雷があって、たくさん雨が降りました。そのせいで今日せっかく楽しみにしていた私自身がですね、楽しみにしていた手売島に、富良野からベースボールアカデミーの皆さんを招いてですね、ソフトボール大会が、町民ソフトボール大会が行われるということで、私もそれに参加する予定だったんですけども、なんと雨天中止と、グラウンドコンディション最悪のため、中止になってしまいました。ベースボールアカデミーの皆さんの持ってきてくれた野菜やパンを先ほど、買わせていただきましたが、彼らは独立リーグを作るために頑張って富良野で野球をやっているだそうです。私からも応援していただきたいということで、よろしく皆さんにお願いしておきたいなと思います。夢を追いかけている選手たちはとても輝いてかっこよかったですよ。皆さんもぜひ、応援していただけたら嬉しいなと思います。で、私のチャンネルの話をさせてもらいますと、今まで、51歳を名乗っていましたが、今日で晴れて52歳ということになりましたので、今日から、ジョギングバカ52歳にしていきたいなと思います。あ、それと今どんなところに立っているかちょっとお見せしましょう。こういう感じです。こういう感じで灯台がほらありますね。で、私の足元見てください。おっとっとっと、私の足元を見てください。灯台の近くにあるこうした、なんでしょうね、あっちにもあるんで、灯台の周りにある、こう壁ですかね、これ、その上に立って絶景を皆さんに見てもらいながら、バカな、誕生日の歌を歌わせていただきました。こっちから見た映像も必要ですね。あれに立ってたんです。今車で、この手売り灯台まで来ているわけです。あれに立っているんです。手前に見えるこれですね。おそらく灯台を表すもんなんだろうな。灯台の敷地内を表す、今日はこの後、デイキャンプとしゃれ込みたいかなと思っています。私52にもなって、こう自分のために
こんなして屋外で、歌ったのは初めてです。恥ずかしさよりも、なんというの、心地よさ、非常にこういいもんですね。こういうふうに、解放してしまうというか、自分というのは、とってもね、いいものだなと今気がつきました。これからも機会があれば、ジョギングバカ52さん、こういった自然の多いところで歌ってまいりたいなと思います。昨日は米津玄師さんの歌を歌いましたが、玄師さんが正しいのかな、まあ字では玄ですが、米津玄師さんの歌を歌わせていただきました。これを愛、これが愛じゃなければ何と呼ぶのか、馬と鹿、つまり、このジョギングバカのバカつながりっていうことで、歌わせていただきましたので、その勢いで、今後は自分の心も体も解放して歌ってまいりたいなと、そう思っています。何を話すつもりだったかちょっと忘れちゃってるな。まあでもいいでしょう。私の誕生日を祝って、自分自身で祝ってみました。最近もまたね、トランプ大統領から迫られてトウモロコシを爆買いするであるとか、あと防衛庁のね、予算が、過去最高だそうですよ。その中にイージス・アース賞や F-35 戦闘機の値段も含まれていて、とんでもない話だっていうようなニュースもあるんですが、今日は私の誕生日に免じて、皆さん、許していただけたらなと。許す必要はないんだな。一瞬忘れて、私の誕生日を祝っていただきたいなと身勝手な、お願いですね。そう思います。それともう一つなんですけども、妻と LINE 電話で、顔見ながらいろいろおしゃべりをしていたら、この LINE 電話っていうのもなかなかいいなと思って、ちょっと、今後、まあ正直まだ私の動画を見てくれている人はそこまで数が多くないですから、そのようなことをする必要はないのかもしれないですが、条件が許せば生放送みたいな、だからそうなるとライブ中継ってことになるんですかね、をやってみれたらいいのかなとは思っています。こうやって外で撮るならともかく、家の中からお送りしているいくつかの動画ありますよね。あれが別に生配信でもいいのかなって、まあ生っつったって見損なっちゃったら後で見れますしね。生でリアルタイムで見てる人は、まあ、コメント書いたりして、私との双方向とのやり取りが実現するわけなんですよね。ただですね、喋ってることがちょっとこうね、時々政治的に、賛否両論、まあ時々じゃないか、あ、フェリーが来ましたね。賛否両論ある場合があるので、ああいいですね、フェリーが来てるのがちょうど見えますよ。あれは高速船ですね。ああやって汽笛を鳴らして入ってくるのがますよ。いいですね、この汽笛をたなびかして、デュリトは今日までが、夏仕様の1日4便、高速船も運行されていますが、明日9月1日になると1日1便、10月になると、あ、1日2便か、10月になると1日1便になります。とってもこれから寂しい冬に突入していくわけですけども、ちょっと私もせっかく誕生日なので、そこの部分は島民の皆さんの気持ちがこう乗り移ったように、少し夏の終わりを寂しく感じているところでございます。それで何を話してたんだっけな。そうそう、さっきの、そうは言いながらも生中継っていうのはいろいろこう、
まあコメントをね、見ていると嵐のような人も来るようなのでちょっと迷ってはいます。ただそうだな、まあ自分としてはやってもいいかなとは思っているんです。まあもう少し検討してみて、このカメラ実は家でもパソコンにつないでできるので、まあ広角でとてもいいカメラなんで使えたらいいかなとは思っています。まあそんな予定がありますよということをお話しさせていただいて、今日はですね、まあ午前中実はソフトボール大会がある予定でしたので、走っていません。これからもおそらくちょっと今日は休んでおこうかなという気がしています。2日連続でね道内走りましたんで、3日連続でやるとちょっとふくらはぎと膝が痛くなるおじさんでございますので、今日はちょっと間を置いて明日走ってみようかなとそのように思っています。それでは皆さん、もうほっとくと倒れそうなぐらい風が強いんです。それでは皆さん、明日もまた素晴らしい海と空と太陽と、あ、今日鳥映ってないですね。鳥とともにお会いいたしましょう。ジョギングバカでした。一緒にお誕生日、ご誕生日って自分で言うことないね。お誕生日をお祝いしていただいて、お誕生日、自分の誕生日ですから誕生日ですね。一緒に私の誕生日をお祝いしていただいて大変ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。